は、まあ、嘘なんですけども、今回はですね、一人でラウンドをしに来ました。そして、4月に開催予定のコンペの下見も兼ねまして、北海道ゴルフクラブさんにお邪魔しています。そしてですね、今日はまあラウンドをしながら、前回一人で動画を初めて出させていただいた時に、皆さんからいただいたコメントを、その動画にいただいたコメントを、読みながら今日はラウンドもしていきたいと思います。ではそれでは早速やっていきましょう。よろしくお願いします。では10番ホール446ヤードパー5です。ではやっていきます。440もあった。はい、すごい、ね、残り216とか出てる。これ超飛んでんじゃん。跳ねちゃったな。116なんかもっとある気がしますね。残り216ヤードなんですけど、ちょっとウッドが怖いのでユーティリティで打ちます。どのくらい飛ぶんですか？これは飛んで150飛ぶんですけど。なるほど。ちょっと刻みます、はい、うまい、いい、いやいや全然全然狙いやすいよ。よし、ナイスショー、ありがとうございます。50度できます。あ、87ヤードでした。おう、あれですね、この前 PGA の山田店長に作ってもらった。そうなんです、このピカピカも50度でハロダスコーティング傷ついてないじゃん。そうなんですよ、何回かもう練習したんですけど、初めてでしょ、それ今日コースで。ウエッジは初めてですね。そうだ、ちょっと練習だね今日。31ヤードですね。それ触れる？おー、触れるかな。でもギリギリいけるかもしれない。試練だな。ティーショットすごい良かっただけになんかちょっと悔しいね。はい、一応超えてくれましたね。ちょっと難しいね、なんか難しいです。うん、難しい。下がちょっと柔らかいんだ。まだまだ練習が必要ですね。あ、握り持ってくれた。思ったより転がるね。なんかいいタッチかなと思ったけど。下っちゃいました。あ、過ぎてからが下ってるからかな。やばすぎる。
ケです。はい、ありがとうございます。八です。はい。はい。末広がりの八です。あ、悔しい。まあまあ、まだ一ホール目なんで。はい。はい、さっきちょっとざっくりしちゃったんで、傷ついてないといいな。検証してる、ハロダスコーティング、この人検証してる。それやば、傷ついてたらやばいよ。まあ、つくけどね、普通。普通つくけど、うん、さすがに何でもつかないわけじゃないから。あのぐらいでどうなの？どうです？何もツルツルしてます。ツルツルね、さすがにあれぐらいだとなんか引っかかってもいいかなって思った、うんうん、結構いろいろあったから、枝とか心配だったけど良かったです。 YouTuber みたいだね。お、検証してみた。検証、一丁前に検証してます。マリンゴルフは違うな。マリンゴルフです、皆さん。怒られちゃいます。11番ホール288ヤードパー4です。うん、しょうがない。でもなんかいい感じで転がってます。すごい久々にやってしまいました。なんかあれだね、ここパー4でしょ。はい、パー4です。残りが133ヤードです。結構短めで、短めでしたね。あれだね、嬉しいホールだ。はい、7番で打っていきます。はい、うん、ちょっと不調ですね。不調ですか。これは難しいです。ちょうど木が邪魔してるね。左側に出すからね、乗ればいいがみたいな感じ。頑張れ。ああ。当たりたくなかったけど当たっちゃいましたね。残念。まあ、出て OK でいいんじゃない。そうですね。ちょっとポジティブに。ポジティブに。行きたい。距離いいんじゃない？どうだろう。ちょっと短かったかもしれないですね。あ、本当？あ、なんか想像より右ですね。おかしいな。難しいアプローチ。教えてほしいですね。教えてほしい。教えてほしいです。もう一丁いく。惜しい。 OK です。では早速コメントを読んでいきたいと思います。12月3日公開のセクショーズエルフ試打した時の動画ですね。早速ひろきひろさきさん、コメントありがとうございます。マリンちゃんはゴルフも上手ですが、ね、MC 力もなかなかのポテンシャルですねってコメントもらっちゃってますけども。いやでも本当に、あ、ちょっとどうしようか。なかなかコメント返し難しい。コメントありがとうございます。嬉しい。
もうちょっと頑張りたいなって思ってます。とミミッキュさん、ヘッドの凹凸でスイング軌道が安定しそう。スイング綺麗なのに200ヤードいかないんだな、なんでだ。あうん、それは測定器とかのあれもあるかもしれないね。あーなるほど、うん、確かにね、200いってもいいなっていうヘッドスピードだったかもしれない。あ本当ですか。 PGA で使ってたトラックマンが、はい、結構本当にシビアな、はい、そうやつだから、どっちかというとあれよりも実際はもっと飛んでるかもしれない。おーからちょっとあれって思ったんじゃない。あーなるほど、凹凸って読むんだ俺。デコボコってわかんない、わかんない。デコボコもあります。しんいちさん、早速マリンちゃんの MC 頑張れって。おありがとうございます。めっちゃ嬉しいですね、応援していただいて。この日は本当に緊張してましたね、一人で初めての動画だったので。え、そうなの。なんかでも全然めちゃめちゃ喋ってた気がするけど。本当ですか、うん、全然。あ嬉しい、なんかもう必死でしたね。はい、これは最後に、じゃあズーチーさんなのかな、ズーチーさんコメントありがとうございます。 PGA とゴルフパートナーの間になぜココイチって言ってますね。私たちも撮影の後に実はいただきましたね、ココイチ。美味しかったですね。美味しかった本当に PGA さんが広かったのですごい楽しかったですね、あの撮影は。はい、皆さん見ていただいてありがとうございます。コメントも本当に嬉しいです、ありがとうございます。またコメント返しをしていきたいと思うので、ぜひ皆さんコメントよろしくお願いします。では次行ってみたいと思います。よし、ここが今201ヤードパー4なんですけども。短っ。そうなんですよ、チャンスホールですよね。どうしようかな、ちょっとワンオンチャレンジしてみようかな。そうだ、しましょう。はい、してみます、やってみよう。近いところまで行けたと思います。行きましょう。18ヤードです。風が強いですね。待ってるよ誰か落としどころが、まあでもしょうがないよね、手前でね、もっと手前ですね、うん、なっちゃう、ああなっちゃうよね。難しいなやっぱり。です。噛み合わないね。はい。悔しいですね。ずっと悔しいって言ってる。